バナナトラップを仕掛けてみます。バナナ、安いバナナ、腐りかけ半額であればなおのことよしのバナナと、水切りネット、お酒ですね、アルコール、これで発酵させますね。しゃ、作るで。ネットの中にバナナぶち込む。こうやってぐちぐちぐちって潰して、これをネットに入れる。で、紐は麻紐、ビニール紐はちょっと自然に帰らないので、結び方適当でいいや。と、ここにお酒をかける。普通は焼酎使うんですけど、これ酎ハイっすね。酎ハイというか、なんやろこれ。ほろ酔いっていう酒ですね。ジュースみたいな。じゃあどこに仕掛けるかやね、問題はね。例えばこういうところは、これも人来てるってことやから、ここには人が来てるってことやから、ちょっと見えにくい場所に設置しないと取られちゃうんだよね。やっぱ根元よりもうちょい上の方がいいかな。でも人間の目線にあったらすぐに取られますからね。もしくはクヌギじゃない木にくくりつけるという手もありますね。桜の木で試してみよう。桜の木、これで来るかどうかね。単なる桜の木やからね。果たして来るのでしょうか。バナナトラップは、まあバナナを発酵させて、でそれで虫を呼ぶというトラップですね。黒い点々ができた状態が一番いいです、使うバナナは。なんで、半額とかで安く売っているやつが、で十分ですね。こう、傷んだら、傷んだ方がいいんで、ね、あらかじめ揉んでおいて、真っ黒にしておいた方がいいかもね。お酒がなくて、バナナだけでも大丈夫。一応は。でも、お酒を入れることによって、発酵が進むんですよね。焼酎をつけたバナナで、真夏の場合はね、半日ぐらいでもうぐちょぐちょになりますね。それでカナブンがうわーって寄ってきて、ぐっちょぐちょなんかね、うんちみたいになりますね。それぐらいに発酵が進むんでね。で、これは、安いお酒ですね。ほろ酔いというお酒。で、これを、ちょっと入れます。お酒が家にない場合は、みりんでもいいかもね。みりん。本みりんやったら一番いいけど、みりん風調味料でもいいかもね。あとはこれを縛り付けるだけだぜ。まあ、こんなもんでしょうか。このようになってます。一晩置いてこんな感じですね。発酵はあんまりしてないのかな。アリしか来てねえね。あ、でもなんか来てる。見てこれ、こういう虫来てますね。樹液場によくいる虫。発酵はしているみたいですが、匂いはないっすね。もうちょいぐちょぐちょにしたらよかったんで。この皮が多分邪魔してんだな、これ。皮が。皮をちゃんと剥いて、ぐちょぐちょにすればよかったね。中もね、完全に発酵してるんやけどね。あ、でも中まだ身がね、こんな感じでぐちょぐちょにすればいいんだ。これまだ2、3日かかるぞ。お、来てますね。3日目、昨日ぐちょぐちょにしたやつですね。ちゃんと発酵して、カナブンが1匹だけですが来てました。もしかしたら昼間結構カナブン来てたのかもしれないですね。どこ行くねー。わー、帰っていった。カナブンは昼間活動するタイプの虫なので、もしかしたら、ほら、発酵してます。めっちゃ発酵してる。やっぱぐちょぐちょにしないとダメなんやな。本当にこれでクワガタ来るのかと、ちょっと疑問になりますが。まあ、ハイシーズンになればこれでも虫は集まると思いますね。さあ、何日ぶりやろ。はぁ、何日ぶりかな。5日ぶりか6日ぶり。ちょっともう乾燥してしまって、カッパカッパやね。この破れてるとこを見てください。ここ破れてますね。これ破れてんのが多分カナブンか
何かがこう食い破った後ですね、中に入ろうとして、だから昆虫は結構来てたってことね。来るのが遅すぎたね、確認するのが。もう完全に乾燥しちゃってるな。真っ黒です。あ、中になんか虫いるわ。キノコ虫、キノコにいる虫やな、これ。こんな感じっすね。回収しましょう。中のバナナだけっす。もう捨てちゃって、中に入ってる虫もちゃんと外に出るようにしてやってから捨てましょう。はい、まあ、これね、リベンジ必要やね。バナナをこのぐちょぐちょにしてすぐに発酵するようにして、で1日か2日でもうチェックする感じでやっていこうかな。すぐにチェックしないとこんな感じでも真っ黒になっちゃうからな。カパカパの真っ黒に。よし。